皆さんおはようございます。モダンタイムス店長のヒロです。京都秋山町三条でライブハウスを経営しておりますということで、今日はですね、ちょっと緊急にというか、もう動画撮ろうと思ったんですけど、昨日ね、ちょっといろいろこの、関西ミュージシャンというか、ライブハウス界隈でね、ちょっとざわざわしたことがあって、はい、ね、ある、シンガーソングライターの子がね、もう生きるのが辛いなっていうメッセージを出していたのでね、ちょっとざわついていたので、で、彼とはですね、ちょっとお話をしたことはちょっとだけね、あるんですけど、深い話を聞いたことがちょっとだけあるんですけど、そこまで近い存在でもなくて、直接会いに行くとか直接電話をするとかそういう関係ではないので、一応ねメッセージをしたんですけども、そういう状態なのでね、呼んでもらえてないかなとも思ったりして、ただ何かが伝わったらいいなと思って動画を撮ってみようと思いました、基本的にこの動画はその彼に向けてお話をするので、元気な人は見なくていいかもしれないですね。幸せいっぱいみたいな人はこの動画見なくてもいいかもしれないですけども、今生きるのが辛いなとか、もう死んでしまいたいなって思っている人がいたら、何かがね伝わったらいいなとも思います。しんどい時はありますよ、本当に。なんでこんなに自分ばっかり辛い思いせなあかんやろとか、なんで自分ばっかりこんなことにこんな目に遭うんやろとか、自分の人生って一体何なんやろとか思う時はあって、もう無理って思うことあると思うんですよね。で、そういう時は本当にもう台風とか大雪とか大雨とか、もう雹とかあられとか雷とか吹き荒れてる状態やと思うんですけど、もうそういう時は家の中でね閉じこもって、もう脳三角座りしてね、じっと耐えなあかん、じっと耐えるしかない、もうそういう時はもうじっと耐えるしかないんですよ。台風が過ぎ去るのもうじっとしとくしかない、もう目をつぶってその 時期が過ぎるのを耐えるしかない、そういうことはあると思うんですよ。そういう時期はもう何もしたらあかんというか、耐えるしかないんですよね。で、ちょっとその台風が、それが3日で過ぎるのが1ヶ月かかるのか1年かかるのか分かんないですけど、その台風が過ぎた時にちょっと窓を開けてみてね、風を感じてみたりとか光を感じてみたりとか、いずれねいつかそういう時が来たらいいなって思うんだけど、台風が吹き荒れてる時はじっとしとくしかないなと思うんですよ。で、私がそういう気持ちだった時はもう何もせずに耐えるしかないなと思って、で、その中で、自分がちょっとでも幸せだなって感じられる何かを探すというか、この間友達姉妹と喋ってですね、喋ってたらね、妹さんが、お姉ちゃんと私が同級生なんですけど、妹さんがですね、お姉ちゃんさみたいな、
一生習い事してるやんみたいな、なんなんあれみたいなこと言ってて、ほんでいやいやいやそれをなとか言ってお姉ちゃんも言ってたんやけど、そのお姉ちゃん全然さパン教室行ってもケーキ教室行っても行かさへんやんみたいな、行くだけ行って何にも行かさへんやんみたいな、でまた習い行くやんとか言ってて、いや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 ってなって、あの楽しかったらいいんやでっつって、その習い事したからそれを何かに生かさなあかんとか、習い事した以上金かけた以上は身につけなあかんとかなくて、自分が楽しいから言ってるでいいんやでって、あの別にもう究極そこやなと思うんですよ。楽しいから生きてる、楽しい無ために生きてる、それでいいと思うんですよ。だから甘いもの食べてるとき幸せだなって思うなら甘いものいっぱい買ってきて、漫画読んでたら幸せだなって思うときは、思う人は漫画いっぱい買ってきて、幸せだなって思える何かを一生懸命考えたらいいと思うんですよ。で私の場合は年越えて恥ずかしいですけど、誰かのことが好きだなと思って、まあそれは何やろ、まあ年越えてるんであんまりそのリアリティのあるなんかとこにはなかなか行かないですけどあのちょっと変人なんですけど、まあなんて言うんですか、誰かのことをこう好きだなと思って一生懸命愛情をかけて一生懸命応援して、その人がうまくいくように、その人が幸せになれるように一生懸命応援したり尽くしている時が、まあ私は一番幸せなんですよね。だから常に誰かのことを追っかけてるというか、なんとなく私は今の立場的に一方通行で全然帰ってくることは求めずに、あの応援することが幸せなんですね。だからこの仕事をやっているわけで、で誰か応援している時とか誰かを愛している時が一番幸せだなって思って、毎日幸せだなって感じたいなと思ってやってますけども、多分その、まあ、今これ私がメッセージをしている彼も、まあ、お話を聞いたところね、似たような性格なんじゃないかなと思うんですけど、うん、何かね、愛情かけられるものだったり、うん、幸せだなって感じられるものに囲まれて、とにかくそういうもので周りを固めて、そのことだけを考えて、うん、で私が仕事をばっかりしてるのも隙間を作っちゃうとね、頭の中にやっぱり良くない考えが浮かんでくるし、こう過去のしょうもない出来事にとらわれてしまうというか、思い出してしまうというか、なのでできる限りその頭の中をいろんなことで埋め尽くすようにしてるんですね。隙間作ったら良くないので、だからわざと仕事ばっかりしとかね、仕事して介護してヨガ行ってね、習い事行ってってしてますね。だからある意味ちょっと病的とも言えますね、うん、でもそうしておかないと崩れていくので、で、うん、ただ本当に私の場合はそれをちゃんと自分のことを本当に大事にしてくれる人がいれば、本当の意味でこんなに
詰めなくていいだろうな。その人といれば多分幸せを感じられると思うので、こんなに詰め込まなくていいんだろうなとは思うんですよね。だからそういう人がね、あなたの周りにあなたのことを分かってくれる人が一人でもいたらいいなって思います、うん、ただ一つだけね言っときたいなって思うのは、うん、あなたがいなくなってしまったら悲しいよっていうことを言いたい。で、悲しむ人がたくさんいて、あなたが万が一のことがあったら、あなたのことを愛している人たち、あなたのことを大好きだなと思っている友達とか、わからん、どんな関係性が周りにあるか知らんけど、大事に思ってる人が想像以上にいるんですよ、周りに。あなたの想像をはるかに、だってこんなとこにもおるしね。大丈夫かなって心配してくれてる人がたくさんいて、本当のことは分からんけどね、分かってないけど、それでも大丈夫かなって思ってる、生きててほしいなって思ってる、うん。だからあなたがもしいなくなった時に、そういう人たち全ての人生を悲しいものにしてしまうというか、十字架を背負わせてしまうことになるんですよね。あなたを愛した人たち、全ての人たちが苦しむし、後悔するし、なんで助けてあげれへんかったやろって一生悩むし、だから命ってね、そういう意味で自分のものであって、自分のものじゃないというか、自分一人の責任で自分があるわけじゃなくて、周りの人たちのものでもあるんですよね、宝物というか、うん、それをまあもう十分分かってると思うんだけどね、分かってると思うけど、まあ今はその窓を開ける時ではないので、家の中で閉ざしてるとは思うんだけど、ちょっと光が差して、ちょっと窓を開けてみて、ちょっと風を感じた時に、ああこんなにも自分は愛されてたんだなって、こんなにも大事にされてたんだなっていうことに気づいてもらえたらいいなって思います。で、まあ近くにいる人たちはそれを気づかせてあげるというか、その押し付けではなくね、押し付けではなく、その人が本当にしてほしいことって何なんだろうって、その人が一番喜ぶことって何なんだろうって一生懸命考えて、周りの人たちはね、行動してあげてほしいなと思います。その押し付けて、こんなに愛してるのに、こんなにお前のこと思ってるのにみたいな、まあそういう押し付けではなくて、うん、その人が一番何を求めてるんだろうなっていうことを考えてあげてほしいなと思います。うん、そういう人ばっかりになっていけばね、お互いがお互いがお互いの関係性がね、みんなそれぞれがこう、この人とこの人とこの人のことはこの人のことを考えて、この人はこの人のことを考えて、この人はこの人のことを考えて、この人はこの人のことを考えて、なんかみんながね、なんかそうやって、この人は
まあそれはね、なんか難しいけど、うん、まあ一人につき一人でもいいので、一人につき100人のことを分かるとか無理なんで、一人につき一人とかでもいいので、誰かのことを分かっ、本当に求めてることは何なんだろうなっていうのを考えてあげてほしいなと思います。なので、まあなんかよくわからん動画になりましたけど、とにかく大丈夫みたいなのでね、その人は今の段、今よかったなと思ってありがとうと思って今朝のね7時なんですけど1時15分なんですけど、朝の7時15分から美しいよね、ヒロさんは相変わらず、でもちょっと生きててくれてありがとうって思って、まあダイレクトにこの YouTube を押し付けるつもりはないので、自分の気持ちをただ言っただけなんですけど、とにかく今は美味しいもん食べて、あったかいもん飲んで、幸せだなって、どうやったら幸せかな、自分にとっての幸せって何かなっていうのを、ちっちゃいことから、ちっちゃいことね、大きいことじゃなくて、そのチョコレート食べたら幸せやなとか、なんかそういうことから、そういうことだけど、こうだけを考えて、まあ今は嵐ね過ぎるのを去って、嵐が過ぎるのを待ってて欲しいなと思います。以上行きましょう、またね、いつか話しに、いつか話しようねって、もっと深い話ちゃんとしようねって言っててね、話できてないので、ちょっと私との約束はどうなってんのよってちょっと思ってます、はいなので話するタイミングがまたいつか来たらいいなと思います。以上、今日も一日頑張りましょう、いや頑張ろう、今日も一日生きようということで、おいでもなたもしてんちょうのひろでした。ナマステ。